いつ起きるかわからない大規模地震。私たちが暮らすこの地域でも南海トラフ地震の発生が懸念されています。そうした中、岡崎市では防災に関した新たな取り組みを導入しました。それがファーストミッションボックスです。とはいえ皆さん、それが何なのか知っていますか？そこで今回の特集は、そのファーストミッションボックスについてご紹介していきます。今回は防災課の熊谷典道さんにファーストミッションボックスについていろいろと教えていただきます。熊谷さん、こちらがファーストミッションボックスですか？はい。これはどのようなものなんでしょうか？はい、これは避難所に避難してきた人が誰でも避難所を開設できるように、初めにやるべき任務が書かれたものと、それに必要な資機材が入った箱です。このファーストミッションボックスはどこに置いてあるんですか？はい、こちらは災害時避難所になる市内の小学校、こちらの体育館の入り口付近、屋外に置いてあります。こちら避難所を開設するためのものなんですね。はい、先ほど避難してきた人とおっしゃいましたが、避難してきた人というと地域の住民ですよね。はい、どうして地域の住民が避難所を開設する必要があるんでしょうか？避難所は避難者の一時的な生活場所だけではなく、支援物資や生活再建情報などが集まる重要な拠点機能も持っています。避難所の開設は原則市の職員が行いますが、大規模な地震の時は市の職員が必ず避難所に参集できるとは限りません。ですので避難所を早期に開設するには、住民の方々の手によって避難所を開設する必要があります。大規模な地震があった際には、自分たちだけで行動していかなければならないんですね。はい、では、このボックスの中身はどのようなものが入っているんでしょうか？はい、では、開けてみましょう。はい。おお、あ、箱いっぱいに入ってますね。中にはこのようなメッシュケースが入っています。このケースの中に、先ほど言ったやるべき任務が書かれた手順書が入っています。その他、メガホンや折りたたみ式のヘルメット、ヘッドライト、そういったものが入っています。なるほど、そのようなものが入ってるんですね。ところでこのファーストミッションボックス、どのタイミングで誰が使えばいいんでしょうか？こちらは先ほど言った市の職員が参集するのが困難なほどの大きな地震が発災した時の初動機に使うものになります。使用するものは避難者であればどなたでも構いません。まず避難してきた人3人でこの箱を開けてミッションをスタートさせます。その後、避難者の協力を得ながら総勢17名でミッションをこなして避難所を開設していきます。避難者が3人以上集まればすぐにこちらを使うことできるんですね。はい。でも実際に南海トラフ地震といった大規模な地震が起きたときに、本当に住民の力だけで避難所が開設できるのか、ちょっと疑問に思います。では実際にこのファーストミッションボックスを使って避難所開設してみましょう。わかりました。実際に体験して検証してみます。はい、では早速始めていきたいと思います。熊谷さん、まずは何をすればいいんでしょうか？はい、体育館の外の壁などにこのようなファーストミッションボックスの表示が貼ってありますので、その下にファーストミッションボックスが置いてあります。はい、ボックスを開いて本部長の手順書を出してください。わかりました。本部長のこちらの手順書ですね。はい、ファーストミッションボックスにはですね、本部長のほか副本部長、安全班、トイレ班、検温消毒班、住居班がいます。まずは集まった3人で仮の本部長を決めてください。はい、手順書の中に話し合う際のセリフが書かれていますので、その通りに従ってもらえば大丈夫です。わかりました。あ、こちらですね。では、体調不良はありませんか？はい。今からこの手順書に沿ってみんなで避難所の準備を進めていきますので、協力してください。はい。まずこの3人の中からこれからの作業で中心人物となる仮の本部長を決めます。今日はでは私が本部長を務めさせていただきます。よろしいですか？本部長決まりました。
本部長が決まりましたら他の2名の方は安全班になりますので、セットの中にあるベストを身につけてください。ベストの両面に役割と名前を記入してから身につけます。さらに安全班の2人はヘルメット、ヘッドライト、軍手を身につけます。準備ができたら安全班は本部長の指示のもと、防災備蓄倉庫までのルートや避難所となる体育館の外と中の安全確認を行います。安全班が確認作業を行っている間、私たち何をすればいいんでしょうか。避難者の中から副本部長と他の3つの班の班長を決めます。決まりましたら本部長が各班の役割を説明してください。わかりました。ではもう手順通りに、今日は決まっているので行っていきますね。今から各班の役割を説明します。副本部長、各班の進み具合のチェックと施設の鍵の管理をします。トイレ班は簡易トイレの組み立てをします。そして検温消毒班は避難者の検温と消毒をします。わかりました。住居班は避難所のレイアウトを作った後に避難者の受付をします。はい、わかりました。これからベストとペンを配るので、私のように名前を書いて来てください。ベストを身につけたら、副本部長と3つの班の班長は防災備蓄倉庫に行きましょう。倉庫は鍵がかかっていますので、副本部長が市役所や町の役員からキーボックスの暗証番号を聞き取り、中から鍵を入手して解錠します。そして倉庫内にある資材収納箱を本部長のところまで運びます。資材収納箱を届きましたね。はい、ではこちら開けていきます。はい、中にはいろいろと入っていますね。はい、資材収納箱の中には鍵と各班の手順書が入っています。この鍵で体育館を開けます。はい、鍵の管理は本部長が行います。なるほど。本部長、はい、副本部長へ鍵を渡してください。わかりました。では副本部長、鍵の管理をお願いいたします。副本部長に鍵を渡しました。続いて皆さんにも作業をしてもらうんですよね。はい、ここからはトイレ班、住居班、検温消毒班、同時に作業をしていただくことになります。まずは住居班から説明をいたします。住居班はまず避難者スペースの清掃から行います。モップなど掃除道具は体育館内の器具庫にありますので、それを使ってください。掃除が終わりました。続いては何をすればいいんでしょうか。本部と一般避難者用の受付、発熱者用の受付を作ります。まずは一般避難者用の受付から。班長の指示のもと、体育館の倉庫などにある長机を運び出して設置します。次に住居班袋に入っている資材を机の上に並べましょう。これで完成です。同様に発熱者用の受付を作ります。なお発熱者用の受付は一般避難者用から離れた場所に設置するように決められています。受付などが完成し、住居班の皆さんには体育館の中に入っていただきました。続いて皆さんには何の作業をしていただきましょうか。続いては一般避難者用のスペースの通路を作っていただきます。はい、では班長お願いします。はい、じゃあこれから養生テープとタフロープを使って避難所のレイアウトを作ります。まずタフロープを通路で十字に作ります。で、幅はだいたい2メーターぐらいの幅でお願いします。体育館を4分割するように2メートル幅で十字に通路を作ります。タフロープが通路のラインになります。さっき幅は2メートルと班長言ってたと思うんですけども、はい、メジャーで測ったりする必要はないんですか。
そうですね、この2メートルは大体の幅で結構です。まあ、こだわる必要はなくてですね、あまりここで時間をかけずに素早く通路を設定して避難者を受け入れる準備ということで、はい、まあ、大体2メートルで。スピード感、早く作るということが大切なんですね。はい、タフロープがずれないように養生テープで数箇所固定したら通路の完成です。通路で区切ったエリアが避難者の住居エリアとなります。受付から遠いエリアは各範囲用の区画になりますので、養生テープで目印をつけておきます。続いてはトイレ班の作業。簡易トイレを設営するのに必要な資材は防災備蓄倉庫に入っているので、それを設置場所に運びましょう。簡易トイレの資材がこちら用意されましたが、どこに設置すればいいんでしょうか。はい、下水道災害対応トイレが整備されている学校につきましては、その場所に設置してください。整備がされていない学校につきましてはですね、手順書の方に簡易トイレを設置する場所が書いてありますので、そちらにテントを設置してください。まずはテントの設営から。組み立てはテントに付属した説明書を見ながら行ってください。設営するのは男女用の多目的トイレと女子用トイレの2基です。テントができたら中に簡易トイレと便袋を設置。トイレットペーパーは学校の屋外トイレから持ってきたものを置きます。完成したこちらのトイレ、どのように使うんでしょうか。はい、それでは説明いたします。お願いします。まずこのように処理袋と処理シートが入った状態で簡易トイレが設置されております。はい、でこの中に用を足しまして、トイレットペーパーもこの中に入れていただいて、はい、この処理袋をこのように縛ります。はい、で縛った処理袋は資材収納箱が仮のゴミ箱になりますので、そこの資材収納箱の中に大きなゴミ袋を設置しまして、その中にこの処理袋を入れることになります。わかりました。でしたらこちらを持ってトイレを出るということですね。はい、次に使う人のために袋とシートをセットすることもお忘れなく。簡易トイレの設置が完了しました。続いてはどの作業に行きましょうか。続いて検温消毒班の作業に移ります。わかりました。検温消毒班は、はじめに防災備蓄倉庫から消毒液と避難所開設セットを体育館まで持っていきましょう。検温消毒班に避難所開設セットと消毒液を持ってきてもらいました。では続いてはどうすればいいでしょうか。先ほど設置した受付とは別の場所に検温消毒エリアを設置します。はじめに班員の手指消毒と体温測定から行います。それが終わったら受付と同様に倉庫から長机を一つ持ってきて体育館の入り口前に置きます。そして手順書にある図に沿って資材を並べていきます。どうして検温消毒エリアと受付を別の場所離す必要があるんですか。体育館の中で避難者の一括りになってしまうと感染症などの拡大につながってしまうので、はい、受付の前に検温消毒エリアを設けて、そこで発熱者を別の場所へ誘導します。先に検温してから受付という形になるんですね。はいはい、住居班、検温消毒班の作業が完了し、本部長に報告をしたら避難者の受け入れを開始します。受付の係を行うのは住居班員です。受付方法は手順書にありますのでご安心ください。また受付の際に各班の交代要員の確保もしておきましょう。熊谷さん、無事に避難所できましたね。それでは最後にこの番組をご覧の皆さんへ防災課からメッセージをお願いします。はい、避難所はホテルや宿泊施設ではなく、住民の自治によって運営される一つの町のような施設です。
皆様で協力し合って避難所を開設し運営することが、箱を開けた自分を含め被災者の救済につながりますので、防災訓練などの機会にこのファーストミッションボックスを積極的に使用していただきたいと思います。またこれをきっかけに、自分たちの地域は自分たちで守るといった地域の防災意識が高まることを期待しています。大きな地震が起きたらどんな状況になるか分かりませんから、自分たちでこの対応できる力というのを身につけていきたいですね。はい。